おっとこれはこれは矢部さんタイムは、はい、ただいまの記録5秒です。命の湯ならぬ命のかき氷に救われながらも告知タイムを増やした岡村。なんでかけんだよ。マジ暴れやんけ。またこいつ一言も喋ってなかった。5秒この日のスケジュールは午後から近くへ行きたいのロケ、さらに衣装を着替えて駐車場からマイクロバスに乗り込もうとする岡村だが、ただのマンホールにも警戒心をあらわにする中、確かに落とし穴はなかったが、なんだよ、早いな。ただいまの記録4秒です。再びマイクロバスへ。何すんねんな。何すんねんって逆に何すんねん。顔拭いとったわ。顔拭いとったわ。出発する思った。いやプシュー言うたからあっこ閉まるもんやな思って。そしてやっぱり一同が気になったのは。二人の鍵を握る謎の人物、田村隆二を演じましたナインティナインの岡村隆史さんです。どうぞ。映画館のステージになぜかネットそこに駆けつけたのはもちろんめちゃイケメンバー。矢部さん、はい、タイムは5秒です。